今から107年前、この壁に逃げ込んだ人類は王によって統治しやすいように記憶を改ざんされた。それが父の仮説です。調査兵団実行部隊のトップエルヴィン団長と私の人生の使命は父の仮説を証明することとなったのです。撃て！築き上げた屍の山の上に私は立っている。それでも脳裏の血を使った地下室、永遠に訪れないエレンを奪い返し、心臓を捧げよう。エレンはすぐそこだ。全くもって無意味。どんなに夢や希望を持っているあの兵士たち、無意味だった。今俺たちが夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。剣の巨人は俺が仕留める。お二人には人間らしい気持ちというものがないのですか。エルヴィン団長、答えてください。今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。新人兵士にはないとお考えですか。だが死んだと思いました。